国際小学院北京外国語大学国際小学院は北京外国語大学の国際ビジネススクールである。2001年に設立された。北京外国語大学の国際小学院プログラムは、本科、学術修士、博士課程海外留学、中国大陸での留学、及び上級管理職研修などがある。毎年何十人以上の台湾人学生と、 香港人学生がいる。北京外大の国際小学部は留学生のために100%英語で授業する本科プログラムを開設している。外国人本科には71の国と地域から来ている436人の本科留学生がいる。ドイツ人、韓国人、マレーシア人が多くを占めている。北京外大の国際小学部の中国人本科では10人の 韓国人本科生が通っている。外国人が中国人本科を申請する場合、入学のために HSK の最上級と80点以上のトーフル成績が必要である。面接も受けなければならない。2019年3月、北京外大の国際小学部は52人の教育研究スタッフ、4人の教育アシスタント、9人の外国人教師、 46人の外部従業員、ブフズソウルブリッジ中間協力プロジェクトを含む合計117名の従業員を要している。現在7人の教授、21人の准教授及び24人の講師を要している。ありがとうございます。